はい、こんにちは。嘘つき姫と、なんだっけ、北王子。久しぶりなんですよ。続きやっていきましょう。前回は、ヤギの、なんだっけ、まあ、ご飯を探してあげたところからのスタートですね。まあ、もう危うくバレそうな、正体がバレそうな感じですね。操作がね、ちょっと思い出す、わからないんで思い出しながら、どうすんだっけ、あ、これね、オッケー多分大丈夫でしょう。何これ、ほう、ワープね。これ何、名前し変身どうやんだっけ、三角ね、三角ね。うん、はー、弾使うねー、はー、敵やったのね、あれは。え、乗れたらすんの、届かねえんだけど。はあ。こんなん行ったら危ないよ。あ？はい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 。ちょい。あ、狼だって反対方向向くんだ。ほう。危ない危ない。危ない危ない危ない。襲っては来ないんかな？襲っては来ない感じ？さあ、まあ、というギミックを生かせっちゅうことやな。待って、この下何？この下何？とりあえず王子はまあ生かしとこうが。は？落ちて大丈夫？落ちれねえ。危ない危ない危ないよ。これ危ない危ない危ない。どうしたの？バグった？バグった？もう何のためにあの上のやつは。うまいこと制御できないんだけど。ほっ。降りてみる？はあはあ。姫一人だけで？一応狼状態で来るのね。あぶねえ！下がワープ、上は葉っぱだけ。なんかね、エンコード見直してるとね、結構見落としてるのあんだよ。あれ、王子。
危ないよ。これ戻れないよね。ほっ。意外とね、見落としてたんだよね。でも基本一本道だから、そこまで、何これ。一つ、二つ、二つと三つ、三つと一つ、掛け合わせの道が。ほう。さっきの 1,2,3 の話だと思うんだけど、どれが 1？ ん？ 1,2 4,5,6,7,8,9,0掛け算？掛け算か。1212331。こんな小学生みたいな。これ持てる？ああ、持てない。よし。夕暮れを過ぎた頃、森の切れ間に湖を見つけました。出発したばっかじゃなかったっけ。あれ、湖面には赤い夕日が反射しキラキラと輝いています。見晴らしがよく安全そうなここで2人は一晩過ごすことに決めました。夕食後、二人は他愛のない話をして過ごします。ああ。当時はいろんな本を読んでるのね。そうだね、二人でできる遊びの本とかもあったよ。え、二人でできる遊び、ヒューヒュー。いつも一人で遊ぶ船は、なあ、そういう方向に考えちゃあかんな。喜んで遊びのルールを説明しました。そうすると勝ち負けが決まるのね。分かった。やろう。勝負事と知った姫はその遊びをすぐにでもやりたくなってうずうず。じゃあ負けた方が勝った方のお願いを一つ聞くことにしよう。いいわよ、絶対負けないんだから。好きな姫はすでに勝ったような気持ちです。まあ何でもするって言ったよね。負けた。あ、何のゲームかもわからない。ボロ負けです。姫は歯を食いしばり目に涙を浮かべるほど悔しがっています。王子は私が知らない言葉いっぱい知ってるのね。照れくさそうにはにかむと姫の方を伺うように声をかけます。じゃあ勝ったからお願いをしてもいいかな。ああ、うん、勝負に負けたことで頭がいっぱいだった姫ですが、王子の言葉に小さくうなずくと背筋を伸ばして彼の言葉を待ちます。
ちゃんと誘導してねって言われそうだ。姫の歌が聞きたいんだ。王子が少し照れながら言います。お、これは？え、歌？王子が舞を聞きに来てくれた歌声は姫の姿と引き換えに魔女に差し出してしまいました。それから姫は王子との旅に夢中で一度も歌ったことがありません。自分の歌声が一体どんなものになっているのか想像もつきませんでした。うん、僕姫の歌声が好きだから。え歌わないと怪しまれるかな。姫の歌声が好きだから。追い込まれた姫は思い切って歌ってみることにしました。もうバレてんじゃない？歌い始めました。でもその歌声はあのよく響く綺麗な歌声と比べると見る影もなくひどいガラガラとした声でした。王子は変わり果てた姫の歌声にひょとんとしています。あら、あ、そうなんだ。ごめんね、無理やり歌わせちゃって。それなら早く寝て体を休めなくちゃ。王子の優しい気遣いが嘘つきで後ろめたい姫の心をチクリと刺しました。バレてるっぽいな。夜も更けて王子は深く眠っていますが、狼は眠れないままでいました。あ、右下に丸出てた。狼はとぼとぼと湖のほとりを歩いています。今や狼の胸の中は不安でいっぱいでした。化け物と人間が仲良くなれるわけない。ヤギに言われた言葉が頭の中を駆け巡ります。姫の姿でないと、嘘をつき続けないと王子と仲良くできない。王子への思いと嘘を重ねる醜い自分。不安な気持ちをかき消すように狼は水面をパシャリと叩きつけました。広がり、そしてゆっくりと収まっていく波紋。湖を覗き込み、水面に映る化け物の姿を見て、狼は大きなため息をついて、湖面をもう一度かき乱すのでした。さあどうなることかって言いたいけど、もうバレてる気がすんな。あー、またこのギミックか。上とか大丈夫？あ、危ない危ない。ちょっと待って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 。危ない危ない危ない。そもそもでも魔女のところっぽいけど、え、ノーヒント。迷い人を導く大鳥、右に4つの翼を持ち、左に、うん、うん、あ、ほう、あ、その鳥を探せと。
両方とも数字だね。右に4と左で、まあ、あ、いててててはしゃがない、はしゃがない、はしゃがあかん。鳥を探せと。ん？でもよく考えたら3か8か3か8じゃね？え？3か8じゃね？3か8じゃね？8やってみ、特になんか変化なかったよね。もあ、なんだ、ノーヒントでやる、ノーヒント、このヒントだけでやれってことで。あれ、王子が引っ張れない。さーてと、来たね来たね来たね。ちょっと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 、あそこまで行くのね。逃げ道がダメか、乗ったりできないもんね。この時点で左が解除されちゃう気がするんだけど、あーぶね、上にあったね。ちょっと待って待って、これやばい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 、これやばい。いまいちこいつの制御はうまくいかねえんだけど、なんか上にあるんだよね。天井だけ？見えねえな。天井だけっぽいけど、天井だけっぽいな。あー持てない。もうちょっと、もうちょっと、ついたね。持ってると姫がやられたんだけど、何気に姫がやられたの初めてじゃね。この状態で思いっきり攻撃してきたけど、で左下のあれが気になるな。取りに行くか。あ、炎消えたね。
あ、確かに近づいてこないけど。ねえねえどんな気持ち？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 消えたね。入る直前であのジャンプしたらあの出た先でジャンプするっていうね、謎謎解きですか。めんどくさ。めんどくさ。ちょっと待ってね。オッケー、メモ用紙取ってきた。とりあえず赤を置きね。でここに赤と黄色ありね。はい、じゃあ戻ります。めんどくさい。青なんかあった？黄色2の赤2、黄色2の赤2、青2ね。はい、おっ使えた。黄色1ね。邪魔やなこいつら。奥の関係、奥の関係あんの、あれ。赤1黄色1。黄色2の青1？赤1。あ、ここに戻ってこれるんだ。5、3、9？ 。マジで？そう。そう、もう一回やらなが。見落としてるん。折ってる。あっ、
赤青木じゃなかった、赤木青だった、くそ。くそ。くそ。2周しちゃったよ、2周。